麻雀ファンの皆様、いかがお過ごしでしょうか。実況の小車翔です。本日は第35期十段戦ベスト 8A 卓の戦いをお届けしてまいります。本日の解説は下取翔が務めます。下取プロ、よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは早速本日の出場選手を紹介してまいりましょう。まずはこの方、望月正嗣7段、7段戦からの出場となっています。そして続いてこちら、黒沢咲6段、こちら6段戦からの出場となっています。続いてこちら、佐々木誠5段、5段戦からの勝ち上がりとなっています。最後にこちら、古川浩二9段、9段戦 S からの勝ち上がりとなっています。はい、以上4名での対局となりますが、シャトリさん、はい、そうそうたるメンバーにベスト8ともなるとなるんですけれども、はい、本日の見どころなんかを簡単に教えていただけると。そうですね、ジャンプの違いはもちろんあると思うんですけど、はい、やっぱ地方の方の活躍が目立つかなといったところで、望月さん、古川さん、特にこの佐々木さんなんかも、はい、関西や静岡、はい、名古屋と、それぞれなんかこう地方から勝ち上がってきてるん で、ね、皆さん応援されてる方がすごく多いと思うんですよね、はい、なんでそういうところが力になればなと。なるほど、確かに応援する力ってすごいですからね。そうですね、はい、ありがとうございます。確かに本日のメンバー、東京の選手は1人ですね、はい、そうなんですよ、はい、そういうところにも注目していきたいと思います。ありがとうございます。なお、本日は、一発裏裏のない日本プロ麻雀連盟公式ルールで行われ、5回戦のトータル上位2名が決勝戦への勝ち上がりとなります。では早速対局見てまいりましょう。第35期十段戦ベスト 8A 卓1回戦東杯の開始です。はい、本日の立ち会い人は今野慎太郎プロが務めております。ただいま1回戦最初のサイコロが振られております。改めましてこの1回戦、とんちゃに望月、なんちゃに黒沢、シャーチャ佐々木、そしてペーチャが古川という並びで開始しております。トイン局ドラはいいピンです。さあ、この望月もリーグ戦を出なくなってから、そうですね、貴重な映像対局ということになるんですけれども、まあでもそのリーグ戦を引退したとは言っても、はい、その地方の活性化だったりとか、はい、若手の育成だったりとか、はい、そういうところにやっぱり力を入れたいということで、リーグ戦、ね、引退なさったわけですけど、はい、全然今でも現役バリバリの、リーグ戦を引退しただけで、そうですね、活躍する、ね、プレーヤーなんで、実際ベスト16では今までのいや見せたことないような、はいはい、勝ちにこだわる戦いというものを、見せた望月でした。今日も泥臭く頑張っていきますというコメント見受けられましたけども、やっぱりなんか昔は、はい、今でこそやっぱり望月さんって高打点で決めに行くっていうイメージがすごく強いと思うんですけど、はい、昔は結構泣いてたっていう話を聞いたことがあるんですね。元々ですね、はいはい、なんで、やっぱりそういうのも当然できるけど、自分なりの方だったり、はい、こっちの方が勝ちやすいと思ってたり、それはちょっとそれぞれ、はい、人それぞれなんで分かんないですけど、それをやってなかったのも、トーナメントっていうこともありますけどね、しっかりやってくるっていう感じで、はい、型というと白鳥さんにも型は、僕はやっぱ型は作らない方がいいとやっぱ思ってるタイプなんですよね。はい、なんでなかなかないんですけど、さあ、そう言ってる兄シャンテン、はい、望月ここはパーマンの方を切ってきます。ゴロッチ狙いですかね。そうですね、ロクチッパには形にならないので、これね、佐々木さん前順数万切ったんですけど、はい、この数万持っといた方が良かったですかね。あ、数万持っとくと、はい、イーマンツモからリャンマン引いて自然に3色の天牌確定天牌になったりするんですけど、これ数万切っちゃうと数万が雀頭になって1、2、3という形が消えてしまうんで、はいはい、打点もあるんで、この曲は目いっぱい何切っても良かったのかなと。そうですね、次移りますけども、この3445の4万の話ですね。そうですね、例えばリャンマン持ってきて、はい、次イーマン持ってきたりとか、イーマン引きからリャンマン引きで確定3色になるんで、はい、持っといた方がより良かったかなとは思うんですけ ど、 特にこの一発裏ドラのない、公式ルールでは手役がかなり重要になってくるというところですね。そうですね、やっぱそういった意味では、ちょっと佐々木さんのジャンプがまだ
あまりよくわからないんですけど、はい、まあ、望月さんと黒沢さんにか、まあ、特に黒沢さんですかね、黒沢さんに関しては本当もうこの公式ルールのお手本というか、はい、まあ、ような役作り、どうやって打点を作るかというところにおいてですね、ありがとうございます。まあ、それに対してこの古川さんはもう A1 リーグでもおなじみですけど、うん、はい、あ、この相撲がちょっと痛いか、あ、おっしゃっていた、うん、ヤンマン持ってきましたが佐々木手の中に残しました、うん、そうですね。古川さんはやっぱ仕掛けをいっぱい使っていって、はい、手数で勝負みたいな感じなんで、まあ、あの大きくプラスすることはできないんですけど、はい、あの大きく沈むこともないようなジャンプだと思うんで、はい、この2人勝ち上がりのトーナメント、はい、っていう点においては古川さんの元々のジャンプが向いてるのかなと思うんですよね、はい、要はそのプラマイゼロ付近に成績がいつもいるような選手っていうのはやっぱり勝ちやすいのかなと思うので、はい、どうしても打点を追うような打ち方、はい、になるとその振れ幅も大きくなってしまうということですね、はい、僕はそう思ってるんですけど、はい、あの例えば黒沢さんだったらマイナス30するけど、はい、60も勝つ説があるから、はい、トータルで勝つみたいな、はい、古川さんはマイナス15する説があるけど、うん、プラス30する説があるみたいな、はい、まあ、極端な話、そんな感じです、イメージとしては、はい、なのでトーナメントには向いている戦い方なんじゃないかと、うん、元々のジャンプがそうだとね、なんかあの、あんまり変えなくていいんで、うん、やりやすいのかなと思うんですよね、うん、古川さんが、はい、黒沢は地列一シャンテンまで来てますがなかなか転敗しない、うん、佐々木は、うん、ちょっとこちらも一応残しますかね、はい、あ、残さなかった、一応切ってる範囲ではあるんですね、うん、まあ、かなり転敗チャンスは狭くなりますけど、まあ、ションパイの初が打ちづらかったということですかね、はい、これを甘露瓶、さあこちら先ほどあのゴロチ意識してすぐに嘘を引いたんですよね、そうですね、でここで三色転敗となった望月、はい、まあ、黒沢さんも今トンタン機でテンパイ入りましたね、ションパイのトンタン機、はい、佐々木さんは受けてたんで、はい、これは助かった感じですか、そうですね、今ちょうどトンを持ってきたところでした、これで山にはトンはなくなりました。貫老瓶の方はしかし老瓶かなり切られていて、佐々木が一度手に残しましたけどこれも出そうにない老瓶と、まあ、親番っていうこともありますし、はい、手代わりも打点が、ね、高くなる手代わりも、おお、すげえ両番短期できましたよ、打点がある手代わりもあんまりないんで、はい、貫禄にリーチっていう手もあったと思うんですけど、はい、ここは闇点で、うん、このリャンマン短期はめちゃめちゃいいですね。さあ黒沢がリャンマンを引いて待ち返してリーチを打っています。タンヤオがついての、リーチチートイツタンヤオですね。これは佐々木さん現物の3万合わせた後、はい、あ、まあ、まだ現物があるんで大丈夫そうですか。ベタ折りしてる限りは打たない範囲ですかね。そうですね、ただちょっとなんか粘りたくなるとね、リャンマン、はい、ノーチャンスになったんですか、うん、ノーチャンスで1枚切れなんで打っちゃうかもしれないですよね。そうですよね、しかもチートイツという読みが入らなければかなり盲点になりそうな、そうですね、あ、ただここはしっかり降りていきますね、はい、ベスト16の戦いを見ている印象だと佐々木はかなり守備寄りな、あ、そうなんですね、まあ、今ね一局見た感じでもやっぱりあの形からションパイの役配を切り出さなかったんで、はい、まあ、守備型なのかなと思っていたんですけど、はい、まあ、でもベスト16は安定したね戦いぶりで勝ち上がってましたよね。そうですね、安定どころかもう一人ずっと安泰、安泰だ、あ、リャンマンだこれすごいよ、ここでリャンマンを掴んでしまった、保ち続き、さすが黒沢さんこれは、はい、ここは黒沢の上がりでありました。リーチチートイツタンヤオ6400の上がり、持ち続きもリャンマンはやはりここでは盲点になりました。転敗を取ってリャンマン切っていったところ法術となってしまった持ち続き、まあ、これも一個分岐点ですよね、はい、あの持ち続きさんが貫禄ピンで先行リーチ打ってると、はい、黒沢さんがションパイのダブトン打てたかどうかっていうところもありますし、そうですね、親のリーチに対してですもんね、うん、まあ、ここはねやっぱ強気に黒沢さんダブドン切ってリーチ、まあ、もちろんリスクもあったんですけど、はい、リーチといったところで、はい、まあ、本当に結果出してね、来ましたね。6400はかなり大きな収入になりました。
黒沢さんのベスト16の勝ち上がり方やばくなかったですか。やばかったです、ね、あのなんかもう競りに競ってのなんかチーマン短期がすぐ出てみたいなそうですそうです、最後はそうでしたね。ちょっと震えたんですけど、あの勝ち上がり方、あの最終局、最終戦の最終局の条件3人にあるっていうのもすごい状況でしたけど、まあそれに至る経緯ももうすごい戦いでしたね。そうですね、さあトンニ局、親はその黒沢に変わっています、虎はチーマンです。望月は白を重ねました。メンツが一つ、黒沢の手配が良さそうです。これは本一いきそうですよね。そうですね、やっぱチャンタにするとイーマンが邪頭なんですけど、はい、やっぱ二差しというメンツがあるんで、もう一枚イーマン引かないとチャンタにはなりづらいんで、だったらドラのチーマンが絡んで動きやすい本一っていう感じですか、はい、おー、これすごくないですか。白を仕掛けて見たことあります。あードラ来た。さあここにドラ来た。もち望月さんのね、変えてきましたねこれ。そうなんです、あのベスト16でもこういう分断に行ってきましたので、ドラのペンチーマン残りで、はい、まあ、現状打点は2000点で、そうなんですよ、これはちょっと意外な、はい、最初僕も、まあ、僕もですし、その いろんな人がそうですよ、ね、ベスト16 その望月の対局を見て、まあ、驚いた印象だったと思うんですけど、今日もそれをやってくると。まあでもいいですよね、僕はやっぱそういう、はい、望月さんは高打点上がる、はいっていうところで、はい、こうだって狙うっていうところでやっぱりファンの方がついてる部分あると思うんですけど、はい、うん、まあなんかそれに縛られてしまって、麻雀が進化しないようだと、そうですね、まあ僕は麻雀プロとは言えないかなと思ってるんで、はい、もちろんそのファンの方に見せる対局っていうのも重要なんですけど、こういう風に進化していく望月さんも見てて、やっぱ望月さん好きな方だったらその葛藤とかも分かると思うんで、はい、こういうのすごいいいですよね。ありがとうございます。仕掛けの良し悪しは置いておいて、いいなと思います。さあ黒沢が先ほどドラを重ねて、ここでローマンを引いてどんどんマンズ伸びてきました。いいシャンテンまで来ています。まあ、確かにその自分で作り上げた選手としてのブランドみたいなのが、ね、あるんですけど、ありますよ、ね、そこに縛られるっていうぐらいそのブランドイメージの方が先行しちゃうっていう話、確かにたまに聞くんですけどね。やっぱね、そういうところで人気が出てる人っていうのはちょっと直すというか、う、変えるの難しいっていうかね、はい、と思うんですけど、シアトルさんもね、いや僕はあんまり結構何でもねやる方があったらやっぱ取りに行かなきゃいけないのかなみたいな。そう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 、あ来たよ、でカンウーマンですよ。三万引いてカンウーマンの天牌、面本初イペコドラドラ七本俺ですか、面本初ですね、積もってバイマンカンウーマン、しかもマンズの景色はすごくいいので、はい、これ古川さんウーマン浮いてますけどね、これまずくないですか。でもドラがチンマンなんで一応残してるますけど、これ自然と他のところが整えば、そうですね、ただウーマン3枚の、うわーバイマンだよ黒沢さん、8000オールよ、あっという間にここで8000オールと言いました。メンホン初ツモイーペーコ、ドラドラ、ドラいやすごいことになりました、8000オールと言いました。しかもすごいテンポよくサクサク手が進みましたよね。そうですね、まあなんかやっぱりこう体勢とか流れとかを重んじる人は、まあ、望月さんの仕掛けがやっちゃったかなと、はい、まあ、望月さん自身がどう思ってるか分かんないですけど、はい、と思う方もいるかもしれないですね。まあ、逆に黒沢さんはそういうの本当にすごい、この前、はい、お仕事が一緒になって、新幹線が一緒だったんで、はい、話をしてたんですけど、麻雀の話をしてて、はい、したらやっぱりそういう状態とか今行けるとか、はい、そういうのをすごく重視するっていうのふうにおっしゃってたんで、うん、これはいけるやろうと、なるほど、思ってると思いますよ。感じてたわけですね、今肌で感じてると思います。いけるぞと、いやいけるでしょう、あの不満つもは。そうですね、いけるでしょう、いきなり8000オール、
ああ、なんで唯一の東京出身の選手をあの関西風に当てるとしてるんですかっていう疑問が今。僕でしたっけ、いけるやろって言ったの、いけるやろ、いけるやろ、いや、いけるでしょう、これはいけますよね。さあ、それを感じながらの親の連チャンになっています。とにかく一本バドラスーピンです。古川さんも今回はチュンがあんこで仕掛けていきそうなんですけど、はい、まあ本一も見た手組ですかね。はい、そしてこっち次に移りますね。古川の手牌こちら、そして望月がなんとドラアンコなんですよね。ただ仕掛けが効くような形では今のところないので、厄介を重ねたいかという、いや相当気分いいでしょうね黒沢さんこれですね。うん、8000オールとかなかなか出ないですよね。なかなか出ないですよ。黒沢はよく上がってるイメージは確かにあるんですよいやなかなか出ないですよ。バイオって普通なかなか出ないですよね、うん、公式ルールで。あの1回でも出したら、はい、まあ大体4、あれ闇テンパ、あテンパイだ、リーチ打たない、打たない、闇テンなんだ、はい、硬いですね。役なしですが、ここは闇テンに構える佐々木。あのリーグ戦単位で考えると4半チャンで1回でも8000オール上がれば、はい、その日はほとんど浮きで終わるんじゃないかっていうぐらい、うん、やっぱこの公式ルールだとあの大きいですよね。大きいですね収入としては。でまたもね黒沢さんはチーピン引いてヤンメンターツができていいシャンテンで、佐々木さんはリーチ行かず、まあ、この判断がどう出るかですね。うん、まあ、リーチに行かない要因としては、うん、まずは自身が、打点がまだ今のところそうないというのと、ドラ引きがある、はいはいはい、あとは役割に変化するというところなんですかね。そうですね。あ、ただあの変化した時が見てみたいですね。例えば3万数万引いたら、うん、シャンポンに変化させるのか、はい、そしてまたリーチを打つのか、はい、でドラ引きがあるんですけど、ドラ引いたとしてもまだもう一回差し子の3色の手代わりがあったり、はい、ドラ引いても1300が2600になるだけなんで、はい、じゃあそこで折り合いつけてリーチ行くのかとか、うん、まあ、見てみたいですね。そうですね。ただこのテンパイになった瞬間にリーチをするという選手が一番多そうな気はしますけど、どうですかね。あ、まあってことは小車さんはリーチを打つってことですよね。僕は打ちそうですね。僕もリーチを打つんですけど、はい、まあ、もちろんリスクはあるなと思いつつ、思いますね、確かにリーチは打つんですが、まあ、やっぱり第一に、下茶の古川さんの捨て牌がちょっとマンドの染め手っぽいと、はい、でやっぱりこの古川さんって割とこう研究できると思うんですよ。 A1 で打たれてるんで、はい、でやっぱり研究して見てると、はい、あのかなり形整ってないと本一にはいかないと思うんですよね。ほうほうほう、あのなんていうか本一に行くんだったら厄配ポンだけで1000点とか2000点とかで流しに行くんですけど、はい、相当形整ってる時に限り行くっていうふうに僕だったら思うんで、相当マンズ持ってるなと思っちゃうんですよやっぱり。なるほど。マンズの枚数があの普通の人よりも多い本一系なんじゃないかなって、普段のそのジャンプからそういうとこまで見えてくるというか、見えてくると僕は思ってるんですけど、うん、なんで、まあ、そういうとこもやっぱり加味してだと思うんですよね。ただ、はい、ウーマンとリャンマンを、まあ、黒沢さんに、特に黒沢さんですよね、黒沢さんにウーマン打たれてしまったっていうところがちょっと、そうですね、役なしのそのテンパイリーチを打たないことで出ても上がりはできないですからね、うん、こういうのが嫌なんでやっぱりリーチ打つ人が多いですよね、はい、リスクを背負ってでも、まあ、リーチを打っていれば馬は出てなかったかもしれないですけど、そうですね、ただその人に上がられてしまうとリーチを打っていればその上がりはなかった、そうですね、可能性があると、うん、まあ、望月さんもねドラアンコなんで、はい、打ったかもしれないですし、はい、古川さんから、まあ、リャンマンとかも出そうですけどね。うん、ただ、まあ、こうなった時にやっぱり防戦一方になってしまうと思うんですよ、はい、ここは役割に構えて闇点になりました。数万を引いてハックだと上がれる形になりました。佐々木、これはリャンマンとトンのさあ望月が動いた、これはハックバックですね、はい、まあ、順目的にも仕掛けるのが妥当かなと思いますけど、はい、さあ古川もリャンマンとそのシャンポンテンパを入れています。まあこのハックバックは
白幕というかもうこの白町、はい、2人の白町は上がれないですよ ね, すねお互いもちもちなんで、もちもち、ね、でここでもう黒沢さんが大チャンスなんですよね。はい、ああもういいですね、ドラを引いていい最後のドラでしたけどね、うん、ドラを引いてスッチマンでリーチを打っていきました。もうスッとリーチいけるところがやっぱいいですよね、さらに加点 していこうっていう、はい、さあ現状全員転敗となりましたが、佐々木と望月はあここで望月転敗崩しましたね。あイーシャン転から、うん、失礼しました、イーシャン転でしたね、リアンシャン転に、うん、まあもう実質ほぼほぼ降りたみたいな感じですか。そうですね、望月はここは、降りを選択、うん、古川がこの転敗で待ち替えもできるが、リアンマン打ってると今この数万で積も上がってた、まあ、古川さんはおでもこれは勝負手で打ったチーマン、捨て牌も強かったですからね、黒沢さんの、はい、裏目となる数万引きでしたが、ここでチーマンと入れ替えての報酬となりました。リーチピンフドラ5800から6100の上がりで、黒沢さらに加点に成功します。親の連チャンとなりました。さあトン2局日本馬、黒沢親の連チャンとなります。8000オールからの5800は6100、約3万点以上の収入となりましたね。なんかさっきの佐々木さんの手で、はい、まあ、リーチを打つ理由としてはその黒沢さんの親番を続けさせてしまうと、はい、もう黒沢さん一人逃がしてしまうような状況になってしまうんで、そうすると本当に残り3人で1枠争うような状況になって、まあ、実質3分の1かなっていうような状況を、はい、まあ、あのくらいの点数でとどめておくことによって、はい、まだ4分の2にしたいので、はい、僕はリーチを打つんですけど、うん、まあ、佐々木さんやっぱりガードも硬そうというか、あんま硬いというさっきその小車さんの話もあったんですけど、だから、まあ、こういう展開になっても、はい、守備力は自分の方がおそらく長けてるだろうと、はい、うん、まあ、こっちの方が勝ちやすいと思ってあのさっきのリーチは打たなかったということですかね、って思いますけどね、はい、うん、まあ、やはり自分の戦い方、自分の型というのがその今回はいい意味で、うんうんうん、その崩さない方が勝ちやすいという判断はあるかもしれないですね。そうですね、はい、その黒沢も、お佐々木さん来た、さあ関三万急所引き入れて形が良くなります。佐々木ドラも1回る、さあ望月がペンちゃんと圧ができる、佐々木は単葉の手配、白はつもぎりです。さあ望月手が進んでイーシャン転になりました、はい、さあ黒沢さらに連チャンに向けて手が進んできています。まっすぐ行くだけですもんね。そうですね、こちらフルカーの手配、うん、ちそのこすか、うん、ペンちゃん落としもありますよね、はい、うん、少し考えましたがつもぎりとしました。黒沢つも、が効いてますからね、手配がどんどん整ってきてます、伸びてますね、はい、ここは数万打ち6、7、8を見たってことですね佐々木さんは、うん、さあチーマンを引いてこれはなんかもう考えうる中で一番いいつもですね。そうですね、しかも単野を尽くしみたいな、想定してないですね、想定してない、なかなかここからチーピンいろんな有効牌がある中でチーピンから引くってあんま想定しないですよね。大体ピンフドライチになったらいいなみたいな、うん、うわドラ引いてきたよ、どうします、これどうします、贅沢な悩みが、あのここで一枚つもぎとく手もありますよね、はい、うん、もちろんチーソー打ちもあるんですけど、うん、ああチーソーっていった、うん、あ仕掛けた、さあここでチーソーを佐々木が仕掛けた、パーピン探検の展開になりましたね、はい、展開を取ります。
パン屋ドライチの天杯が佐々木に入っています。パーピンは黒沢が1枚使っている、望月はペンチーピンターツがありますが、チーピンがここに黒沢の手に3枚あるので、この引き戻しはね、黒沢さんピンフドラドラのいいシャンテンなんで、はい、僕はさっきのところはローマンドラのローマンつもぎっといて、はい、まあ、1枚手出しでリーチ打てば割とこのルールだとスチマンはそんなにないんじゃないかなと思ってくれることもあるかなと思うんで、ローマンのタイムでつまぎっといて、まあ、スーソロースを引いたらね、はい、絶好のリーチを打とうかなとつもぎるんですが、はい、まあ、この選択ももちろんありますよね。そうですね、このローソーは、まあ、チーソー振り点なんでローソーを切るか、はい、もしくはチーピンを打つかですか。ここはチーピン切りになりました。振り点含みのターツにした、最終形は振り点じゃなくもできますしね。そうですね、ローソーギリーチでっていうのもできますけど、これで古川さんがチーピンのテンパイ入ったんで、はい、チーピンを一巡早く処理できたと黒沢さんが、うん、これは大きいかもしれないですね。これスーピンが佐々木さんにあんこなんで、はい、待ち返しない、うん、ウーマンが自分の目から3枚見え、ね、チーピン待ちのテンパイが古川に入っています。いやー、これはどうなりますかね。そうですね、さあ黒沢のここでスーソーを引いてテンパイ、あ、ウーソー真ん中に指でかけてました、スーソーだと思って、はい、で暗装を切ってきましたね。今のはイーソーが4枚切れたんで、はい、あの、まあ、もうイーソーの受け入れはいらないので、うん、暗装切りが一番手広いは手広いですね、はい、ただ最終形が振り手になってしまう可能性もありますけど、はい、スーピン、これは、古川の上がり牌ですね、うん、はい、ここは古川あやみ手に構えていましたがピンフ、線は1600の上がりでもうこれ以上はさせないよという上がりになりました、まあ、通行料みたいなもんですよね黒沢さんからしたら、ね、あ、はーいみたいなさあ親が佐々木に変わります。トン3局、佐々木もここまではじっくり構える麻雀でしたが、とにかくちょっと先ほどは動いていきましたが、そうですね、ドラは3層です。親番となってわチャンスでじゃないですか。チャンスですね、ドラを使ったり網目が詰まって一面つある、ピンから切り出していきます。まあ、佐々木さんのさっきのね手はドラが1枚あって、はい、まあ、ソーズが468で、はい、まあ、数層ウーソーチーソーパーソー引きとか、まあ、パーピンダイレクトに引いてもいいですし、はい、まあ、まあまあなテンパイチャンスあったんで、うん、まあ、動かない人も、まあ、いるかなと思うんですけど、はい、まあ、黒沢さんの親っていうのもあってやっぱり流したかったっていうのもあるんですかね。もしかしたら前その前局のその役なしのリーチを打たなかったこととかもよぎった可能性、ね、そうですね、はいはいはい、であとやっぱり守備型というか守備に自信がある人はやっぱ泣いてても受けれるだろうと佐々木さんは思ってたんじゃないかなと思うので、だからリーチをやっぱ多用したくないっていうことなのかもしれないですね、うんうん、特にあの古川さん、古川みたいなその、はい、仕掛けを多用する選手っていうのはあまり放銃しないイメージありますね、うん、そうですよね、まあ、ちょっともう古川さんに関してはもう本当すごい特殊なぐらい放銃しないんですけどそうですね、なんか放銃したくないから仕掛けてるのかなって思う瞬間もあるぐらいですよね。リーチがね、うん、リーチを打つとやっぱ手入れ変えられないっていうルールなんで、そうですね、隙を作る分打点を上げる決めに行くというものになることが多いです。そうですね、黒沢は国士に行きながら受け気味の局になりそう、うん、佐々木が一番チャンス手ではありそうですね。やはり6、7、8もあるし、うん、まあそのまま天敗したらそのままリーチもありますし、はい、まあ、外すもありますよね。しかもこれ外すっていう選択を取るにしても何切って外すもあるし、はい、数ピン切って外すっていうのもあるんで、いい数層を引いた場合の、ね、ああそうですね、はい、はい、
うおおこれは上がったら、はい、決まり、いや決まりではないんですけど、一応決まりじゃないんですけど、はい、あ、ここで何打ったんだ、おなんでだ、佐々木もうここで何の統一に手をかけて、ウーマン残し、単品系にしたいってことですか。そうですね、まあでも数万切ってるんで、おまあ何か理由があるとすれば、はい、この何が黒沢さん国士っぽいんで狙えない、うで、ね、うん、で、まあ、自分で使うのもちょっと困難かなっていうところで何になったのかもしれないですけど、はい、分かんないですからね、数ピンから横伸びした場合はこの何が割と致命傷になってしまう可能性はありますね。まあ実際ね、その何は山になかったですけど山にあることもあって、はい、何がその瞬間あんこったら、まあ、激痛なんで、はい、まあ、親番だし馬打っとく手もありましたけどね。うん、さあ、もう八尾中杯は持ってたくないんですね。本当はピンズの伸びを見たいですもんね、若干。手牌だけ見てるとうんってなるような選択でしたけど、うんうんうん、確かにその状況まで見ていくとなるほどと、理由は分かりますね。さあ、ここで動いた佐々木、数装置してリャンマン、またその国書やってる黒沢の下茶なんで、中チャンパイ動きやすいようにというのも、そうですね、プラスあのやっぱりイーソーが3枚出てる、はい、でもし黒沢さん国書やってて黒沢さん手の内に入ってればもうイーソーないと、はい、そうなった時にイースソンとアツっていうのはペンスーソーと同じなんで、うん、そうすると単ヤオで行った方がいいのかなと、はい、埋まるならスーソーかなっていう感じで、うん、その選択になったっていうことですかね。なるほど、うん、まあ、これ振り点ですけど、はい、テンパイ取りますか。 3段目なんで、はい、一応テンパイ取っておくっていうのが手ですね。数万、実際4枚切れですか。4枚切れ、そうですね、まあ、自身でも切ってたんで、はい、ああ、望月さんチート1テンパイ、はい、ここで、急走を重ねてうまくチート1でテンパイしたという印象です。望月ウーピン短期の転売、2枚切れのウーピンですけど、はい、山に1枚あると、1枚ありますか、はい、さあウーピンはつま切り、まあやっぱり国士はもうこの曲自分の上がりはもう見てない感じですかね、黒沢は。そうですね、うんうん、ただまあこういうところで、はい、例えばなんだろうな、あのオーローマイト、さあここで3万単系の受け替えをします。でもなんか今の間だと、はい、まだテンパイはしてなさそうですよね。そうですね、うん、テンパイならノータイムで出てきそうですね、ローマンなら。そうですね、なんかこういう時にやっぱりノータイムで打てるとなお強いかなっていう感じはしますけど、うん、さあ佐々木がジャンピンを引いて待ち替え、またしていきます。3ピンジャンピン待ち、さあ曲も10曲近づいてまいりました。望月、今切れた3万に変えるか、2枚切れ少し考えてますかね。ですね、はい、まあドラ切ってる、ドラ切ってきてる佐々木さんもいるんで、はい、まあどうなのかなんですけど、まあ3走の後にウーマン3万落としてきてるのがちょっと、まあ、おかしいんで、はい、手配がどうなってるのかなっていう感じで、まさかね、振り手の関数マンからの短期受け替えっていうのはちょっと読みづらい、そうですね、と思いますんで、さあしかもドラもこれで3枚場に見えました。佐々木さんは2900点の転配ノーポと、はい、ここでイーマンに変えましたね。
これ一応まだ国士の可能性が 場的には消えてないですよね。まあなんかそれだとそのローマンでちょっと証拠あったじゃないですか、黒沢さんの、はい、でまあ次のペイとかを、まあ、ノータイムで空切りしたりしとくと、はい、あのなおちょっと、はい、怖がるのかなという、ターチャーは牽制の意味は強くなりますが、さあここで10局となりました、親の佐々木そして、望月の2人天牌での10局です。佐々木は、天牌して連チャンに成功となりました。トン3局一本場になります。佐々木の親のレンちゃんです。でも黒沢もう少しその僕私の見てる感覚的にはもう少し早めにもうちょっと手じまいというか、はい、するかなと思ったんですけど、うんうんうん、ギリギリまでその粘る姿勢を見せてましたね、はいはいはい、そうですね、牽制の意味合いもあったのか、うーん、まあ、やっぱ牽制の意味と、はい、あとはそのやっぱここまでの自分の調子の良さを加味していったっていう感じで見えますけどね。さあ黒沢今回は純ちゃんのような手牌でした。そうですね、佐々木さんチャンスですかね、ドラドラ、ね、そうですね、三品統一です。さあ望月もいいところ引いた、1、2、3見えますね、はい、黒沢はニャンスを重ねる。さあ、チーゾーの統一が断面変化、黒沢は4統一に先ほどなっています。おお、絶好、いいといた、絶好ですね、嬉しい、いつもです、チーピン、これはちょっと大チャンスですよね、大チャンスですね。さあ、おドラを固定していく、本当ですか、これイーソーの方がいいですよね、さすがにイーソーを切るかなと思って見てましたけど、ドラを使い切るっていうことですね、まあ、スーピン持っててもドラ使えるんで、単純にスーピンのくっつきとイーソーのくっつきなんですけど、はい、まあ、黒沢さんの皮からまあ、ピンズが 高いんで、はい、いい層残したのかなとも思うんですけど、はい、まあ実際まだ断定はできないですもんね、あのピンズかどうかっていうのは、はい、実際違います、うん、へえ、まあまだ決めずに自然とイーソーを切る方が良さそうでしたか、白鳥さん。まあ多分、まあ多分というか、まあそうですね、うん、いいと思います、そっちの方が、はい、しかもこの大チャンスってやっぱミスりたくないんで、そうですね、うん、うん、まあこうなるのはねあんまり嬉しくないんで、はい、はい、これは OK と、まあまだ良かったですけど、はい、もう3ピン引きとかね、リアンピン数ピンだったりね、はきついですねとか、まあなんか自然にねウーピン引きなり、はい、まあ、3ピン引いたり数万でもよしっていうことだったのか、うん、痛いと思うんですけどね、まあ、僕はこのサブローピンの天牌逃しもちょっと痛いし、はい、白鳥さんだったらじゃ断ピン引いたところで、うん、一貫 中膨れの3ピン短期に受けて、うん、ウーピン引いたらもうあの町のまあ、ピンズは高いんで、はい、間違いいいかどうかなんて分かんないんですけど、はい、まあ、もう打点でサブローピンでリーチになってると思います、はい、3ピン引けば6000オール、まあ、ローピンでもね、はい、OK のリーチを打ってると思うんですけど、まあ、でも分かんないですね、このルートが上がり結びつくかもしれないんで、ね、実際サブローピンになってると相当薄いですからね、薄いですね、はい、もうじりじり来てるけど、やっぱ佐々木さんはちょっと場に安い色に合わせようっていうのがあるのかもしれないですね、うん、マンズはもう何引いてもテンパイの形ですもんね、はい、イーマンとスーマンとチーマン浮いてるんで、
ポンド待ちなら OK ってことですか。ローマンが4枚切れてますけど、9枚引き戻しのカンパーマンとかもいいってことですかね。はい。あと今ちょっとふと思ったんですけど、はい、個人的にあの関西本部の方じゃないですか、はいはいはい、で関西ってあの割と3人打ちマージャンが、はい、3人マージャンは結構主流だったりするって聞くんですけど、はい、3人打ちをよく打ってると特にあの馬強に合わせた手前構成っていうのを主にしがちなのかなっていう僕の勝手な印象があるんですけど、もしかしたらそういうのもあるのかな。なるほど、それはあるかもしれないですね。うん、さあここで黒沢動いたチーマンポンでテンパイ入った。まあこれはもうリーチ行きましたね。3ピン、うん、ドラの3ピンとイーマンのシャンポン待ちでのリーチ。さあ3ピンとイーマンはどうでしょう。イーマンが1枚切れ。望月さんは3色狙うかどうかで一旦テンパイ取るかを迷ったんですけど、まあ1通もあったのでテンパイ取って、はい、たらこのツモと、あ、うん、一旦パースを打って1日差の復帰もありますからね、はい、そうですね。さあイーマンも山に1枚残って今3ピンも1枚残りですね。山に2枚この順目で、あ、古川さんテンパイちょっと感じそう、サーチ感じそうでテンパイを取った古川役割です。望月さんどうしますかね。現物打ちますか。うーん、おお、強くいった。黒沢はいいピン統一落とししていきます。イーマンが筋になりました。これは古川さんはいかないか。三走は現状役割テンパイですけど、ここはテンパイ崩していく。三走はちょっときついですかね、川的に。さあこれで現状テンパイしているのは親の佐々木のリーチ、リーチしている佐々木のみとなりました、はい、ただ三ピン1枚いますもんね。イーマンも1枚、はい、1枚1枚です、2枚残りですね。この順目なら十分な枚数ではないでしょうか。そうですね、だいぶ優秀なテンパイになってね、はい、テンパイの順目遅れちゃいましたけど。そうですね。さあどうだ。あ、いない。佐々木の残り積もはあと1回ですか、2回、1回ですね。いやまさかのこれ、はい、2回ありますか。2回ですね、配定まだありましたね、うん、はい、2枚は十分ですよね、はい、しかも配定でドラ積もったら跳ねマンですか。本当ですね、はい、本当あるのかそんな跳ねマンが。うーん、いや望月さん粘ったんで、はい、テンパイ取れたと、はい、まあうまいってね、勝負いった価値ありましたね。そうですね、ここで望月テンパイ取りました。これで配定もずれましたね。そうですね。さあこのツモはどうか。うわー、いた、いた、佐々木のつま上がりになりました。リーズもドラドラ3900は4000オールの大きな上がり。スーピン切りからね、そうですね、バニア水路に合わせて。実際サブローピンだったら上がりかなりきつそうだったんで。そうですね、この手順じゃないと上がりじゃなかったかもしれないですね。分かんないですね、うん、いやーこれは見事な上がりとなりました。佐々木親の連チャンが続きます。トン3局日本馬になりました。配定積もも教えてほしかったですけどね何だったのか。3分だったら十分じゃないですか、まあですね、はい、はい、まあ、でも黒沢さんがね、あのいきなりこう親倍でバッといって、はい、まあ、それで佐々木さん3万5000って持ってるんで、うん、まあ、とりあえずはよしじゃないですか。そうですね、うん、そして対してやっぱ古川望月がまだトンバですけど1万2000点と1万3100点とかなり苦しい状況になってしまいました。でも5回勝負って本当分かんないですよね、はい、全然分かんないと思います。 何が、はい、何があるか。実際ベスト16でも
大逆転劇もありましたし、そうですね、内川さんのね、はい、一半ちゃんで88ポイントぐらいですね、まくるっていう、そんなことあるんだなと改めて思いましたけど、逆転で言うと何ポイントぐらいを送ったことありますか、その公式ルールで一半ちゃんで。いやまくったすごいのまくったなみたいなのがあんまり多分ないんで、なんか逆にそのすごいのまくられたなっていう経験もないんで、あんまりそういうのないんですけど、でもなんかああいう試合とか見てると、そのまあまくられたのはね、もともと10段取ってたあの桜井プロなんですけど、まあ桜井さんの内容もすごい良かったと僕は思ったんで、最終戦良かったなと思ってたんで、あの押し引きも抜群だったし、国士でしたっけ、国士転敗してて、まあすっともうノータイムで降りた曲とかもあったんですけど、ああいうのもなんか判断すごいできてるなと、状況をよく理解している上での判断ですね、と思ってたんですけど、まさかのね、その内川選手は B タクで登場しますんで、こちらも見逃しなくと、そうですね、いうところですけども、今はこの A タク見ていきましょう、うん、さあ古川ドラ1、そして望月が、ああまあさらに形良くなりましたけど、ドラを残して被写点、これはいいですよね、はい、あのドラの9万打っちゃうと急走引きでピンフのみのテンパイになってしまうんで、はい、であればツモパーマンでドラ1のピンフを確定させるか、はい、ドラ重なった時にピンフドラドラに持っていくっていうのがやっぱりこの公式ルールだとスマンギーがいいのかなと思いますね、はい、セオリーまで言ってもいいですか、はい、いいと思います、はい、さあここで形が良くなってドラを切っていった望月、うん、まあ9万切ってると、例えばここで6球ストのリーチが入るんですけど、はい、まあそのくらいのロスはもう致し方ないと、はい、まあ、これが1300-2600になることもありますからね、ここから、はい、お、さあこれは振り点だけどチーソーパースを払うっていうのはなくはないですよね、なくはない、なくはないですけど、今回は3ピン切り、うん、まあ、形が強すぎますもんね、振り点含みでも積もれそうだし、そうですね、入ってきそうだし、はいはいはい、なんかリアンアッパーピンサブローピンの方は引けそうですけど、うん、まあ、マンズがジャントになった時に6決勝のいい位置が出なくなるっていうのはありますけどね、はい、あ、うん、帰ってきてた、まあ、そうですね、なんか馬強的には黒沢さんだけが6球層を切っていて、他の人は想像を切ってない、まあ、6球層、はい、まあ、想像の、上目を切ってないという状況なんで、全然チーソーパースを打つっていう手もあったと思うんですけど、はい、ここで球層を引いての転敗となりました。あとやっぱり打点の魅力もありますよね、うん、単位を確定するっていうところですか、そうですね、単位を確定して、まあ、リアンウッパーピン引きだったら単品になるっていうところで、1300-2600まで臨めるんで、7パースを打つっていうのはまあ、有力な一手かなと、はい、これだとね、あの同じ転敗系でも一応先点なんで、そうですね、タイヤはついてくれるとリーチ打ちたくなりますもんね、ちょっと、ね、そうですよね、あの3ピンウーピンって引いてたらリアンウッパーマンで打点的にもリーチ、はい、行ってもよかったと思うし、佐々木さんのジャンプを知ってるならなおさら、あのあまりリスクがない、はい、来ないであろうというか、なかなか来ないあの守備型の方の親番というのも考慮すると、はい、十分リーチ打てる材料にはなるんじゃないかなと、ね、なるほど、ね、佐々木キューピンを引いて 7-8-9 見えてきますが、順目が深い、古川もこのトーンは切らなそう、持ち付き積もった、ジャンマンツモでここは上がりになります、ツモピンフ400-700は600-900の上がり、まあ、ピンズを残していれば1300-2600になっていた、かもしれないですね、かもしれないですけど、うん、分かんないですよね、でも望月さんだから、うん、一旦あの上がりを取ろうということで、はい、単品になっててもあの闇手にしてたかもしれないですけど、はい、もちろんどれが正解ということはない話なので、うん、さあトーン4曲になりました、親古川に変わります、ドラはチュン、さあ古川何から切っていきます、ドラのチュンが1枚持ち続き
そして3と1の黒沢彩海と1、そして佐々木とこちら一メンツ、まあ、特別早い人はいなさそうな曲になっています。そうですね、ドラのチュンが望月さんのところに1枚なんで、はい、他の選手持ってないんで、そうですね、望月さんに重なるとチャンスですね。チャンスですよね、はい、ちょっと手遅そうですもんね、あの他の人は。うーん、なんか全体的に遅そうじゃないですか。遅そうです、かなり。まだなので決着というか手がぶつかるとしても曲の後半あたりになるのかなという印象は全体を見た感じはあります。そうですね、古川さんが一応純ちゃんと、まあ、3色の種は足りてるんですけど、まあ、ターツは足りてるんですけど、はい、早速仕掛け始めるかなと思ったんですが、まあ、9ピンから地位はいかなかったですね。いかなかったですね。ただまあ E マンやリャンソーや3ピンは行くのかどうかっていうのもちょっと見たいんですけどね。はい、パーソー引いてメンツができた。おお、トンは打たない。切っていく。ここで決めるんですね。はい。まあ、トンは動ける材料にしたいっていうところだと思うんですが、はい、立て続けにリャンソーが2枚打たれてしまってちょっと苦しくなってしまいましたね、これは。そうですね、リャンソー3枚切れですか。うん。古川さんがチピンを打ったときはリャンソー2枚切れだった、あ、ごめんなさい、1枚切れだったんですけど、ね、はい、バタバタ切られてね、こうなると急に苦しくなっちゃいますよね。うん、古川の出牌です。パーソー、ここで完全ソーダと落としていきますね。さあ、まだチュンはこの望月が1枚持っているだけ。黒沢チート1のイシャンテンなんでチュン持ってきたら使えますね。佐々木さんは今のノータイムでチーマン打ちましたね。チーマン、白ではなく、まあ、シゴロを見てってことなんですけど、はい、これも面白いですね。そうですね、うん、まだ形で一応残しておいてみたいなこともできるんですけど、うんうん、まあ、白は絞りつつっていうことなんですかね、うん、やっぱり。まあ、チーマン打ちはいいですよね。あのリャンマンを打ってシゴロを狙うっていう人も結構いると思うんですけど、この11246で残しとくと3万積もった後でもシゴロが消えないんですね。あ、そうですね、3万積もから、うん、ウーマン積もとか数層積もで、はい、そして、先ほど望月がドラを重ねましたね。ええ、そしてチャンスでですね、黒沢さんもテンパイですか、これシャータンキ、はい、シャータンキのテンパイです。まあ、ドラ持ってきたら間違いするのかなっていう感じですけど、ここは流しておこうって感じですね。まあ、この一メンツは正直その公式ルールだとそんな痛くないと。はい、うん、さあ、ここは黒沢闇手に構えていたチートイツの、テンパイでしたが、ここでシャーが古川から切られました。チートイツ1600の上がりです。はい、今展望の授受が行われております、はい、1600が1万点から来たんで今ちょっといっぱい両替しないとみたいになっちゃってますね、はい、8400。さあ、この上がりでトンバが終了して何入となります。来局親は望月です。300、500の300を払う人から1万点もらったことあるんですけどどうなってるんだろうなそれはね、それまでのやり取りちょっと面白いですね。びっくりしました。コンビニでうまい棒買ってるんじゃないんだから、ね、なかなかね、なかなか確かに経験したことないわ。そうですよね。さあ、余談でした。さあ、何曲ドラはパーマンです。さあ、佐々木、
メンツはありますね。ベンジャンターツから切っていく。ターツ足りてないけど。ターツから切っていくという。単品ドライチが確定してるわけでもないですもんね。9万引きで崩れちゃうんで、まあストレートにねシャーなりなんなり打ちそうなもんですけど、はい、まあ、単品狙いでっていうことなんですかね。自配をかなり温存していく選手ですね。はい、それが守備的な意味もあるのかもしれないですし、うん、まあ、自分が重ねて使いたいとかいろいろあるんでしょうけどね。確かにこのツモもらえればシャア白髪と残ってる方が安定感あり、はい、ありそうですね。さあドラを重ねた持ち付きここチャンスになります。ちょっと一回上がりたいですか持ち付きさん。そうですね、お古川さんも来た。さあペン3層を引き入れてチャンスになります古川。自慢はつもぎり佐々木。おお自力でトーンをあんこにした。来ましたね、来ましたね、これは一気に。さあジャンピンつもぎりイーシャンテンです。このイーシャンテンが短いとすごく嬉しいですよね。テンパイしてくれると早くテンパイしてほしいですね。はい、佐々木さんも勝負手か、望月さんもドラドラだから勝負手、黒沢さんはちょっと厳しそうですか今回は。そうですね、はつもぎり未だいいシャンテンです。望月のドラドラのチャンスですけどまだ少し時間がかかりそうな手配。佐々木さんのこの難打ちも結構重要なポイントだと思うんですけど、これ3ピン出たらチーだな。何度も驚きをヘッドをなくしてシャンテン数を戻したってことですよね、はい、そうですね。なんでですかね、超激痛じゃないですかこれ。はい、まあ上がりだけを見ればそうですね。でもこの手配上がり見ますよね。見ますね、単品ドライチで、はい、ただおそらくやはり守備の意識が高いってことどうなんですかね。ちょっとでも、はい、手配にあるのはションパイが浮いてて、はい、そうですね、うん、なんでですかねこれちょっと気になりますね、はい、でまあ3万打ってるわけじゃないですか、はい、だから別に古川さんに対して危険を感じてたとかそういうわけじゃないと思うんですよ。そうですね、はい、さあ望月がここで動きます。ローピン貫ローピンを仕掛けていくイーシャンテン。うわー初は絶対打たないってこと。でもその前の段階では、はい、8巡目にションパイの何から打ってたんですよね、はい、あの自分の手の内に何射初とあって、はい、なんでちょっとわからないですけど、佐々木さんは本当多分相当守備型ってことですね。じゃあ、あの自分の中で勝負手になる基準が、はい、あの多分普通の人よりももっとこう深いところにあるというか、はい、うわ痛いけどねこれ、めちゃめちゃ痛いけど動きがなければ2戦4戦の上がりになっていた可能性があります。リーチを打てば、いやまあさっきのねところでね初打っててもねローソーロー、はい、そうですローソーローマンって引いてね、はい、ただまあ
まあ、もちろん本人も分かってるとは思う、ね、それはそれはね、それはそうですね、上がるためにはもちろんこれを受けるのが一番いいっていうのは分かってると思うので、うん、あこれはリーチか26ですけど、これはあまりにちょっと上がりが取りやすそうってことですか、ですかね、リーチチーピのテンパイでリーチを打っていきました、佐々木、リーチドライチですね、出上がりで2600のリーチになります。さあ古川、ここで時間を使ってくる。リーチを受けて、リアンピン現物ですけど、ああトーンのアンコウ、なるほど。これはちょっと下茶田望月さんも、はい、ちょっとだけ警戒した感じですかね。あの貫禄ピンチなんでリアンピン泣かれるとしたら食い伸ばししかないんですよ、はい、差し5チって持ってる時にローピンチされててリアンピンが残ってる形しかないんですけど、はい、まあ、それすらも嫌がったと、うん、まあ、もしかしたらロンって言われるかもしれないし、そうですね、黒沢もここで、あそっかそっか、なるほど、佐々木さんローソー打って、はい、初打ってその後ローソーもう1枚手出しなんで、はい、トンの短期待ちもないんですよね、あのジャントが落としてるんで、ジャントというか問い落としてるんで、はい、トンの短期待ちもないと見て、はい、古川さんはトンを打ってっていう感じですか、リーチにもほとんど通ると。実際ローソーは統一から切られたわけではなかったんですけどね、そうですね、うん、そう見えますね、確かに、うん、まあ、統一で持ってて打ったのは変わらないんで、はい、まあないだろうと、はい、さあここは流局となりました、佐々木の一人テンパイでの流局、親は黒沢に変わります。何二局一本場です、親は黒沢、サトラは数万です。ちょっと独特な打ち回しがありましたね、うーん、そうですね、さあ黒沢のハイパイ、初が統一、ドラはない、ほんと多分相当硬いと思うんですよ佐々木さん、はい、はい、守備型の人だで、はい、これは行きたいですけどね守備型の人で、はい、打たないようにする人って、吐くのか、あ、泣きました、うん、あの人って、はい、例えばションパイの支配とこから切っていって、はい、泣かれてもいいけど補充はしないっていう打ち方をする人が結構多いかなと思うんですよね、そうですね、1枚切れの方を残したりとかってことですよね、でもそれもしないで自敗、やっぱ泣かれるのも嫌だし、はい、打ちもしないという、かなりこう本当にガードを固めてくる選手だっていうのがこの1回戦で分かりましたね、分かりました、これなんだこれすげえぞ、さあ望月さんも両面チーです、両面をチーして、はい、表示牌の換算マンが残ってますよね、はい、タンヤドライチの手牌ですが形は、うわ引いた引いた、3色も一応残ってますね、ゴロチの、はい、でまあ強卓リーチボーン1本ある、はい、でもこんだけ守備型というのは、はい、みんな分かってるんですかね、まあ、もちろんベスト16の対局は、ね、見てますもんね、見てきてるでしょうから、でもこれだけ守備型だとこのハクポンは一泣きは相当怖いですよね、うん、やっぱうん、黒沢さんは、うん、さあいいシャンテンになった佐々木、ただ初がテンパ入った、古川さんにアウピン、はい、さあ望月もテンパイ、ウッパーマン、これはどっちかで決着つきそうか、つきそうには見えますね、
さあ現状古川にヤンウビの天敗、望月にウッパーマンの天敗が入っています。さあここで佐々木も天敗が入ったウッパーソー、初がもちもちだったんでこの急走ポンは大きいです。いやもう大きすぎますね、一番いいですもんね、はい、3人天敗という現状。ドラヒーターカンウマに変えるのもありますけどね、ドラ切っていった、うん、どうなるか。3人が転敗です。ジャンピン、ウッパーマン、ウッパーソー、どうなりますか。これは黒沢さん受けますかね。あでもウーピンぐらい出てもおかしくないか。これでまあでも古川さんの上がりですね。そうですね、このウーピンは古川の上がりになります。ピンフですね、線は1300の上がり、まあ、全然 OK ですね、黒沢さんからしたら。そうです、ね、うん、先ほども通行で、むしろ他の人に上がられるより、そう、ちょっと一番安いところに行きましたからね、うん、はい、あの ETC が勝手に取ってった通行料ぐらいの感じですよねちょいちょい出してきますね通行料、確かに通行料、確かに、さあ3局ナンバーに入ってからはテンポがいい感じしますね、佐々木の親番、うん、ドラはイーマンです、まあ、とにかくちょっと黒沢さんと、まあ、佐々木さんもですけど親連チャンあったんでね、はい、ちょっと長引きましたけど、そうですね、ただナンバーの親番は黒沢、連チャンにはなりませんでした。ドライーマンです、うん、悪くない、これ本一見ておいドランコでするか、これはただそれかは動けそうな手配ではないですよね。ないないが、ないが面前でも十分やれそうな、はい、あそうなんだ、佐々木さんはうんペイ切ったところですね、うん、とりあえず本一は見切ったというか、はい、おうん、感じはそうでこれねペイ残して、はい、この公式ルールだとどっちかの9万チームのターツとか払っといて、はい、ペイ加算った時一気本位ついけるんでターツ揃って、まあ、そういう手もありましたね。ありましたね。黒沢チームが暗黒の手配3ピン重ねます。次ヤンマンも切っていくドラそばですけどつも切りました。さあ形が良くなってきた古川、黒沢チーピン重ねます。つもぎり、さあ佐々木はチーマンを重ねて3ピンを切っていった。貫禄も脱ができる、もうペイ重ねました。3ピンウピンと関数ピンターツを払っていった親の佐々木、さあ古川もイーシャンテンまで来ました。ドラアンコのチャンスで古川、黒沢さん仕掛けて安く上がることもあるんですかね、やっぱりこの局に。ああ役割になった、ドラさん関さん、そう8000ですもんね。はい、古川換算するのか、本一まで行ってしまうか。これはうん、古川さんの手は、はい、あの今カウンスに受けてたら黒沢さんが打ったかもしれないんですけど、はい、あの瞬間はやっぱり換算層の方が良くて、はい、カウンスにしとくと4677で、まあ、数層引きや小層引きで、はい、変化が両面に変化とかするんですけど、瞬間換算層の方がねやっぱりマッチとしては優秀に見えるので、うそうですね、瞬間のマッチの良さの方を取ったら、あのまあ裏目というか、まあ嘘出てきてしまったんですけど、はい、まあでも十分ね3層まだ3枚残ってるんで、そうですね、上がりは十分ありますね。さあここで黒沢が動きました。3ピンをポン、何もポンじゃない、何打たねー、切らない、いやーリーチった、ここでこれポン、リーチだけどこのペアポンしてテンパイ、ウッパーピンテンパイが黒沢に入っ
ている。降りてくんないかなと思ったと思うんですけど、このペイがねポンテンなんで。そうですね。しかも満貫ですよね。本当ですね。はい。これまあまあえぐいですね。チーピン先で。ああセレブリティだとシャンポンに。セレブリティだと。シャンポンに受けてハネマンっていうのはちょっと無理ありますか。うん。まあ無理ですね。普通はパーピン受けますもん。段階で。いやこれ望月さんパーピン危ないんじゃない。あピンズあでもそっか3ピンポンだから、ね、3ピンは前見えで、うん、はい危なかったですねパーピン当たりですもんねそうですねさあ佐々木初暗黒にしますけどここはもう火の手が2箇所から上がっている状況パーソン切っていくうわあここは古川のつま上がりになりましたリーズもいいペーコードラさん3000、6000の大きな上がりいやーリーチュってねいや結構正解になりましたね、ハネマンに仕上げてきましたね仕上がりましたはい、一番高くして上がることに成功した古川ハネマンの上がりで2万3100点まで展望を戻しますそして迎えるオーラスの親番です南4局古川の親番ドラはローマンですまずまずに見えますがドラが1枚、うん、急走から切っていく手配いいですよねはいあんこになったドラが1枚まあ望月さんとしてははいちょっと着順アップは厳しそうあでも満貫積もると一応着順が3着になるんですね、うんまあ、満貫積もできればしたいですけどちょっとでもね素点回復して終わりたいですか、はい、佐々木さんはね今のハネマンツモでちょっと削られちゃったんで、はいまあ、3万点キープして終わりたいなっていうところですかねうん佐々木の手配望月の手も面白くなってますがうんうんまあ問い付け逃さない、はい、一色も逃さない、はいドラ重なりとかも逃さないっていう感じで打ってますかね、うん、なんでウーピンになりましたよね、はい、2段目がその3つを取りこぼさないようにして打つっていうところで、はい、お黒サイシャン点これ初ポンしたら手広くなるんで、はい、やっぱ初ポンして流しに行きますかねそうですね、うん、どうでしょうかただ、500戦だとこれリーチかこれリーチだこれ積もったら1人浮き、ね、1人浮き で,、はい、ですし、まあ、ローマン積もだとねあの2戦3球あるんで、はい、やっぱこの5回戦トータル勝負だとこういうとこでさらに加点しとくのが重要なんで、うんまあ、ここ本当にリーチの一手だと思いますよ、はい、緩めないでさあサブローマンテンパイで黒沢リーチを打っていきます積もられると大きいですね大きいですよね3万でも1人浮きですからね、うんいやここ本当勝ちたいですよね勝ちたいというか、はい、ベスト8の試合が何のタイトル戦でも僕は一番勝ちたいと思うんですよ、うん、一番負けたら悔しい、ね、悔しいところでベスト8が本当にそうそうそうさあこれでドラを重ねてローマンが山になくなりました3万が山に2枚です黒沢のリーチけれどもはいここテンパイですもちろんパーソ筋かでも取ってもなーって感じですよねー取らないなら取った、うん、一応テンパイは取りましたね、うん、さあカウマンの役なしテンパイが望月に入っていますただウーマンはあと1枚だけ山に残っている状況これでも古川さんから出るあるんじゃないですか全然ウッパーマン引いたらね失しそうで、うん、ありますねローマはもうあんこにならないですからねうん打たないんですかねなんか全然通ってる範囲が少ないんで、はい、打っちゃうありますよねしかも打ってリーチーはいああこれはこれで助かったドラがジャントーとして使える形になりました6球ピンは薄いですけど、まあ、9ピン3枚切れなんでねうん見た目は薄いんですけど
まあ、打点的な魅力はこっちの方がありますからね。そうですね。いいシャンテンで力が入る古川。まあ、ドラ切ることはないと思うんで、切るんだったらリャンマンだと思うんですけど。そうですね、テンパ維持するならですね、まあ、これ以上離されたくなくて切らないも十分ありますよね。さあ持ち続きでアンマー持ってきたところで少し考えます、どうするか、うん、なんかドラが1枚でも絡んでれば、はい、あの積もってもらえれば、あほとんどこの状況で役割リーチっていうのがなかなか考えづらいんで、まあなんだろう、ピンフドライチとかはなんかなかなかなさそうだなと思うんですよね。あ、6球ピン今テンパ入りましたけど、ってなるとドラが1枚でも入ってると1000-2000積もってもらえるんで、1000-2000積もってもらえれば佐々木さんの原点が割れて、はい、自分との佐々木さんの差も縮まるんで、はい、やっぱこの手から補充したくないですかね。ただちょっと守備型の古川さんの様子がおかしくなってきてるんですよね、はい、パーピンと三ミューって、はい、これはちょっとやばいかと。持ち続きチートイツのいいシャンテンになりましたね。持ち続きの手キューピンは打た、はい、ああ。さあここで古川がローキューピンの闇点に構えていたところ、ピンフドラドラ、うん、佐々木からの出上がりになりました。5800の上がり、白1枚持っての補充だったんで、どうだったですかね。あのテンパイ入ったらリーチ来ると思ったかもしれないですけど、はい、まあ、6球ピンだったら間違い悪くてリーチ来ないこともあるし、はい、まあ、古川さんのジャンプ的に結構早めに降りるタイプなのに、あそこまで頑張っててパーピンと3ピンもいったんで、まあ、テンパイ濃厚と見て白から打ってほしかったですけど、うーん、打たないって言おうとしましたもんね今白鳥さんも。うん、そうですね、打たない、うん、特にあの佐々木さんのこれまでのその組み立て方からすると、はい、あそこは打たないのかなと思ったんですが、まあ、豊潤になっちゃいましたね。なっちゃいましたね。さあそして古川また後輩杯入っています。トラ急走オーラスの連チャンとなっています。南極一本場です。ここでペンチャンターツに手がかかる。さあ古川の連チャンとなってこの手、はい、これ泣きますよね。古川さん面前で1日さんも見えますけど、はい、古川さんはとりあえず浮きにこだわると思うんで、まあ、ここで1500は1800なり、はい、2900は3200とか1回で曲がっとくと、はい、やっぱ浮き相当そうですね見えるんで1回上がりそうですよね。うん、うん、イーソーが2枚切れたんですよね、はい、なんで多分イーソーチーからとかも入ると思うんですけど、うーん、純化3色の両方保険をかけながらの仕掛けができる状況、はい、これなんだ、チーソーが入った、うん、3色さあ黒沢も手が伸びてくる。イーマンもチーするのかな、やっぱチーソーですね、なんか肩上がりで。佐々木はイーシャンテンですが、このまま上がりになっても原点復帰は厳しそう。ちょっとあの今画面の下に出ている点数が、黒沢の点数が1000点ずれてますかね、うん、54100、はい、はい、佐々木ここで換算層のダーツを払っていきます。持ち続きでアーメンターツができる。
いいシャンテンです。まあ、古川さんの今の E ピン残しは全員に安全な E ピンなんで、はい、全員に通る E ピンなんで残したんですけど、はい、こちらですね、はい、これリーチか。さあ、テンパイしたリーチに行った、うん、古川、テンパイして即リーチと。まあそうですね、3色はなくなりましたけど、はい、1回上がっといて浮き目指そうっていう感じで、はい、イースーマン待ちでのリーチとなります。テロップが直ったと思いきや思いきや南四曲の一本馬ですね、今ね、一本馬ですね。スーッと消えていく感じがねごめんなさいみたいな、うん、おウーピンポンしましたよ黒沢さんが、はい。まあ、これ仕掛けて一回仕掛けたんですけど、はい、まあ、仕掛けてもあの通りそうな範囲、まあ、現物たくさんあるんで、はい、あの仕掛けた後に降りることも十分考えられますね。さあ望月もいいシャンテンで粘っています。やパーマンを切っていく。イースーマンはまだ山にはいそうです。うーん、イーマンが山に2枚、スーマンが山に2枚、4枚残りですね。黒沢も、まあ、1枚切りですけどね、シャイ来ました、シャイ、まあ、行ったというかそんなに危険を感じてないと。ここにスーマンが1枚来る。うん、おースーピン、うん、まあウーピンのチャンスなんで、うん、うん、スーピンは、あ、そうですね、はい、通りますね、はい。さあ川は下段に入ってきています。順目も深くなってきました。さあ黒沢はここでまた1枚切れの白積もったところで考えます。これは純粋にどこまで踏み込むかというのを今、うん、そうでしょうね。まあまあまあ、あの行かない方がいいんじゃないですか、やっぱ、うん、あのこのシステム考えると、はい、うん、仕掛けてテンパイが入ってスッと上がれた時だけ行くっていうのが、はい、まああれかなと思います。あの普通というか、はい、さあまだ山に残ってますよ。イスーマン、スーマンはもうなくなりましたが、イーマンの方が残ってますね。うーん、イーマンは2枚残り。まあ、ただあの親の古川からすると積もれないとしても一応流局すれば一旦原点復帰、うん、そうですね。まあ、あの本当に今原点付近なんで、はい、まあ、積もっておいた方があのリーチボックもね、はい、帰ってきますね、帰ってくるんで、あのやっぱ3300点の1100オールの収入の方がもちろんいいんですけど、うん、はい、ああ積もった、うん、これ大きい、大きいですね。ラスハイになっていましたが、ここは、積も上がりとなりました。古川、うん、リーチ積も1000は1100オールの上がりです、はい、これで3200点浮きですね。332になったんで、はい、まあ満貫積もられなかったりすれば OK とか、まあ浮いて終われますかね。うん、お、はい、こっち来ちゃった、すいません、はい、今ちょっとあの選手の休憩時間をいただいております。はい、この後まだあの1回戦は終了しておりませんが、古川の上の連チャンになりますが、一旦、対局が、休憩時間となっております。はい、いやしかし古川原点復帰まで来ましたね。そうですね、うん、まあ、あの佐々木さんのね欠品のゴッパがちょっと痛かったかなと思いますけど、うん、まあまあ、あの何だろう、まあ、ミス、はい、まあ、ミスかどうか分かんないし、その9ピン、あの古川さんのリーチに備えて温存しときたかったかもしれないし、
まあ、自分でミスだと思ってるか分かんないですけど、はい、まあ、もしまあミスだとしても、はい、まあ、ミスは誰に、まあ、誰にでもあるというか、まあ、誰でもミスることなんてあるんで、はい、まあ、入れ替えてやってほしいですけど、目つぶってると思いきや目開けましたね。まあでも本当些細な判断、まあ、ミスというか判断の違いで結果が大きく変わるってことはまあよくあることで、ありますね。難しいですけど、まあ、とにかく古川さんにとってはすごく大きかったし、はい、まあ、本当あの軽い上がりでしたけど、はい、なんで今度さ落ちたの。まあなんか、ね、ピンフの1000点を要所で上がって、はい、3000、6000上がってっていう感じで、そうですね、うん、まあ、とりあえずここまで戻ってきたっていう感じで、3000、6000大きかったですもんね。そうですね、大きかった。一打てたのも大きかったですね、はい、黒沢さんがまた上がるのかなとちょっと思ったところでしたけど、ウッパーピン良かったですもん ね、 うん。さあ徐々に選手が戻ってきています。まもなく再開されそうです。はい、古川の前の連チャンとなりました。南4局日本馬です。古川今の上がりで33,200点と、少し減点から余裕ができた点数、うん、あ、余裕とほどでは言うほどではないんですけど、いや、まあ大きいんじゃないですか、うん、あの一人脳天でねだとしてもあの減点割れないんで、そうですね、あの伏せるということも十分考えられると思うんですよね。やはりこの公式ルールにおいては減点を持って追われるというのは一つのポイントになりますからね。そうですね、絶対プラスになりますからね、はい、まあ、まあ当然なんですけど、まあ、5回通して、はい、まあ、全部2着だとしても、はい、まあ、全部3万点超えて終わってれば、はい、ほとんど通過ですからね、うん、2人通過だと、ね、うん、はい、もちろん1人がね大きく沈んでしまった場合は無理なケースもありますけど、うん、サドラはハクです。古川はこのような手配、うん、特にこう古川さんのタイプとかはあの先ほども言いましたけど突き抜けるタイプではおそらくないので、はい、まあ、原点持って終われればいいかなっていう、うん、他の人だと例えば5回戦中3回か2回、はい、まあ、できれば3回浮いてその浮きがその2回の沈みよりも大きく浮いて、はい、通過っていう感じだと思うんですけど、古川さんの場合は、まあ、4回浮いてちっちゃくてもいいから4回浮いて通過みたいなイメージ、はい、大きく沈まない、沈まないっていうような感じになると思うんですね。おイーソー引くと1,2,3の3色見えますね、うん、まあ、各選手トーナメントの経験はもちろん豊富でしょうし自分の勝ち上がりの時の勝ちパターン、うんうん、その型みたいなのは分かってる部分ってやっぱありますよね。あると思いますね、はい、古川転敗しました。パーソーとローピンのシャンポン待ち役割で闇手に構えています、はい、うん、ここも1回上がっとくとまたさらに原点から離れるし、おおと両ピン望月が今1,2,3の3色は見切って何かあんこったとこですね。両ピン切っていきました。あーすげえ、僕だったら数層打ってましたからテンポ入ってなかったですね。まだ3色の目は残してっていうことですね。まあ、残すし、まあ、受け入れももちろん狭くなるんですけど、はい、さあ望月にダブナーンコのイーソー短期テンパイが入っています。これいろいろありますよね。イーソー短期か、イーソーがいいと、まあ、あの等しく連想もいいので、はい、関連想でリーチなんていう手もあったと思うし、まあ、このままイーソー短期でリーチももちろんあると思うんですけど、はい、まあ、ここに連想が1枚いたんで、うん、まあまあたまたま、はい、紡ぎられましたけど、これイスチーピンでリーチ、リーチいった、イスチーピンに変化して古川リーチを入れていく。これだとどうだ、パーソー、ここでイーソーとパーソーを入れ替えてパーソー短期の切り替えをする。ノータイムでしたね今のも。イーソーはすごくよく見えてると思うんですが、はい、それでも親のリーチに戦
はしないというか、まあ、戦いはしないとは言うのはちょっと言い過ぎですけど、うんうん、まあ、ちょっと安全に行こうという、はい、これリーチ棒が出ましたけど、はい、まあ、古川様直撃されるとちょっときついですね、あの、そうですね、沈んでしまうんで、まあ、でも一数チーピンならね、はい、っていう感じでリーチしたいですよねリーチになりましたけどね。さあここでさらに上がってリーチ加点していきたい古川。そっかり、これリーチ棒出したから、はい、ダブナンツモで1326積もられても減点割れしてしまうんですね。そうですね、ただパーソー、そうですよね、合ってますね、はい、ただダブナン、あ、ダブナンじゃない、あ、これはか、あ、今通った白短期だ、あ、これはドラですけど、 あこれはでもパーソーがちょっと強いんで、はいはい、あ、ここで佐々木が動いた、んうんうん、役なしですよね。役なしですね。おお。これ黒沢博、いや、さすがに3ピン打ってほしいですけど、まあ、まだシャワーもありますし、うん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 、これは何ですかね、パーソー地位は3ピンは別に 通、まあ、通りそうですけど通る保証はないんで、はい、ちょっと経点取るにしても早いかなと。そうですね、あのこっからもうずっとつもぎらないと経点にはならないんで、はい、そうですね、あ、経点にはならないです、ごめんなさい、流局までつもぎらないといけないっていうことですね、うん、しかも望月さんが来てるっていう状況なんで、はい、おそらく2人テンパイ濃厚な場面で、はい、このままテンもう終局まで維持できるかっていうと、まあ、相当確率は薄そうなんで、はい、3ピンも打つ価値がないかなってっていうのが、あの、まあ、僕はそう思うんですけど、はい、でね、ここからね回るとしてもね、リアンソー3層とかは通りそうで現物なんですけど、はい、まあ、リアンソーが望月さんに当たるケースだってありますし、はい、さあ望月は白短期のまま、いや、これでも白短期大きいですよね、はい、白通って、これ白は佐々木さんはにの手にいったらどうなるんですかね、どうなるんでしょう、打ったら装置ですよね、ラス落ちですね、黒沢さんはね、ここはもうしっかり降りてほしい、はい、っていうか一スチーピンどこ行ったんですかね、チーピンはもともと3枚入れたんですけどね、スーピンも3枚使われてるんで1枚山に1枚チーピンはあるはずなんですけど、ね、あら、これは宝珠だった、これは望月さんと黒沢さんにとって手は大きい、そうですね、望月の道中の判断もこれ上がりにつながりましたよね、うん、はい、ダブナンドラドラ8000点は、8600点の上がりで、望月の上がりでこの1回戦が終了となりました。佐々木さん2着になったんだ、はい、1回戦が、黒沢の一人行きの大きなトップ、そして2着が100点差で佐々木が上ですね、佐々木が2着、そして3着古川、4着が望月という着順で1回戦が終了しています。この後は2回戦です。